皆さんどうもこんにちは。今日はディズニーシーに来ました。イエイイエイイエイディズニーランド、あ、暗い。なんかディズニーランド Vlog は撮ったけどシー撮ってなかったので今日撮りたいと思います。風強くて聞こえないかな。とりあえずカチューシャ探しに行こう。いっぱいあるけどどれにしよう。なんか赤いキラキラがあるかと思ったらなかった。どうしようかな。これにしようかな。これにした。私プリンセスだからキラキラ。カルピッピはティガーになった。ということでお腹すいたね。お腹すいたよね。これ何があるか分かんない。こっちに行ったらソアリン、こっちに行ったら、あ、こっち行こう。今ディズニーシー、ここ超綺麗、最高。あ、今日雨予報だったんだよね。雨予報なのに、まあ曇ってるけど雨降んなかったからよかったって感じ。ご飯食べに行きます。ニューヨークデリーに行く。これにする。私これとこれとこれ。お腹空いたね。じゃーん、ご飯頼みました。サラダとスープ、ポテト、セットのポテト、スペシャルサンドとルーベンサンドとコーラとアップルティーソーダ。いただきます。いただきます。どうぞ。美味しそうじゃん。前回もランド来てた時さ、私たち着いてすぐご飯食べてたよ。腹減ってん、腹減ってんの。腹減ってんね。腹減ってんね。え、これってここにやるので合ってるよね。パセット一瞬。サラダ、サラダ、サラダ。もう楽しい。何もしてないのに楽しい。何乗りたい？全部。意外と混んでるよね。平日なのに。ピクルス食べてる？ダメ！怖っ。C、いつぶりだ？誕生日ぶりだ。10月ぶりだ。その頃はまだ個人チャンネルやってなかったから動画にできなかったのが超残念なんだけど、ミラコさん止めてくれたんだよね。誕生日の日にミラコスタ撮ってくれて、昔ミラコスタに泊まるのが小学生の頃からの夢だったの。それを叶えてくれたんだよね。超最高だったよね。めっちゃ美味しいんだけど、食べる？めっちゃ食べない。もう食べられそうだから食べようって。これ美味しい。時間15分あるアトラクションです。すごい。タートルトーク。めっちゃ可愛いギャル赤ちゃんがさっきいてね、安室奈美恵さんみたいな。めっちゃ。チェックアンピに。マジで可愛かったんだけど、あの子会いたい。もう一回ぐらい会えるかな今日。タートルトーク面白かった。初めて行った。 YouTube でしか見たことなかった。当てられなかったぜ。めっちゃ可愛かったんだけど、クラッシュ。子供も可愛かった。今から飲み物と買いに行ってお手洗い行きます。何の報告？お手洗い行きますとか言って。これ？ないんだろうね。あ、奥側行こう。まだ奥行ってないから。恥ずかしい。恥ずかピー。
った今日のファッションチェックだって。これはアンスリードのワンピース、足元はドクターマーチンのソールが厚いやつ、これが可愛い。トムウッドのイヤーカフ、これ超可愛い。でこれはオフホワイトのバッグ、ネイルはベージュアカリップ、あ、ニキビ、ニキビまたニキビできちゃった。悲しい。私の今日のファッション間違えためっちゃアップになっちゃった。今日のメイク紹介します。ついでに眉毛めっちゃ綺麗じゃない、ワクシーやってもらってから。私たちは乗り物も乗りたいけど、ご飯が食べたい、ご飯が食べたいから浮世満食べます。もうさ、ディズニーの楽しみ方がそうなってきちゃったね。歩ってご飯食べて、歩って飲み物飲んで、まあ、ちょっと乗って歩ってみたいな。で結構な混んでて、普通に50分とか並ぶよね、60分とかで、ね、人気はね。だからでも並ぼうと思えばな。ソアリン乗りたくない？ソアリン乗ったことある？一番遠いじゃん。あるっけ、一緒に乗ったね。私あれ乗りたい、1時間並ぶならタワテラかソアリンかなって思ってるけど、とりあえず決まわまあ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 浮世満買ってきました。もうね、タット君が辛いらしい。だからね、私よりね、おじいちゃんだから私はまだ全然いけるんだけどもう椅子に座りたいって言ってて、面白い。60分も並べないじゃん、絶対並べるね。浮世満、うん、オレンジドリンク美味しい。浮世満食べたことないんでしょ。熱っ。だってエビまず食わないから。そうじゃん、私とさ付き合って食べるようになったんだもんね。うわ、めっちゃエビ美味しい。あー、エビだ、プリプリ。うん、うまっ。でもこの生地が好き。もちもち気持ちいい。もちもちな気持ちいい。いや、もちもち気持ちいい。どう？いいね。ありがとう。美味しい。浮き輪ま曇ってるけど過ごしやすいね。うん、おう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 。でインディージョーンズになります。ただいまなんと15分待ちです。オーマイガーズ。隠れミッキー、どこ、あ、削れてるの。そう、けた。チキン買います。あとタピオカ。じゃん、買ってくれたチキン2つとタピオカとウーロンティー。なんかね、私がウーロン茶飲みたいって言ってね、その前まではね、あのコーラにするとか言ってたのにね、頼むときにアイスウーロンティーって言ってて、なんかできる男って思いました。それではいただきます。これはレイジングスピリッツの横のお店でも、マジでその去年食べたあれがハーブチキンみたいな、ハーブチキンね、ハーブレモンみたいなやつ。あれカレー屋さんの近くだから、ソアリンの近くだったはず。そうだよね、ソアリン乗って食べたよね。うん、おいしい。タピオカだ、ちゃんとタピオカ。レイジングスピリッツで乗ろう後で。あれ面白かったね。いいよ。うん、タートルトークもね、楽しかった。いい感じに乗れてる。あとマーメイドラグーン行きたいな。めっちゃ美味しくない？何これ？美味しい。なんかこの間自分のディズニー Vlog を見返した時に、食べてばっかりすぎて恥ずかしくなった。でもお腹空くよね、ディズニーやるっていうから。
なんかディズニー男女来たらさ別れるっていうジンクスあるじゃん、ないですか。それは分かるんだよね。なんか待ち時間2人になってさ喋らなかったりとかしてさ、ディズニー一緒にいてつまんなかったらさ結構一緒にいれない人だって思っちゃうじゃん。だから別れるの分かるんだけど、私初めて2人で付き合ってた頃にディズニー行った時に、あ、この人とならずっと一緒にいれるって逆に思った。え、めっちゃ楽しいって、なんか会話も途切れないし一緒に楽しんでくれるし、一日中一緒にいるのが苦じゃないわって思ってその時に思った。一日中一緒にいれる人、喧嘩もするけどね。行きます。レイジングスピリッツ乗り終わってうろうろしてる。もうねちょっと疲れた。なんか座りたい。座る？飲み、いや、いえいえ全然まだまだいい、これからです。いいよ休憩して。いや全然。あ、マーメイドラグーンの方に行こう。あ、カリーポップコーン。あ、ポップコーン一個も食べてないけど普通にご飯めっちゃ食べてるからな。でもあんま並んでない。確かに。え、どっちがいい？まっすぐ。まっすぐ行こう。私の大好きなマーメイドラグーンに、ラグーン洗濯洗っちゃおラグーン行ってきまーす。シャープナショナル。私が探してるのはアリエルだけ。アディオス。オラ、アミゴス。Welcome aboard the Disney Sea Transit Steamer Line. For a safe voyage, please remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the boat, and watch your children.この景色が一番綺麗な気がする。この正面玄関入ってすぐの山綺麗だな。大好きディズニーシー、めっちゃ綺麗。夜だったらこのキラキラのカチューシャがめっちゃなんか綺麗ですね。雨降ってきちゃった。タワーオブテラに乗ろうと思ったんですけど、ちょっとタワーテラが65分待ちだったのでもう我慢できずにご飯食べに来ました。ここなんだっけ、あれの近く、海底にまんまるの近くのレストランです。美味しそう。あのね、間違えて勢いで頼んだらすごい量になっちゃったから頑張って食べます。乾杯。いただきます。なんかセットで頼んだからいろいろ麺つき混ぜた。うん、うん、うん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 、おいしいね。60分並べないってさ言ってさご飯屋さん来たじゃん、うん、実際さ20分30分ぐらい並んだよね、ご飯屋さん。うん、20分ぐらいかな。結構並んだ。うん、おいしい。うん、やっぱり大人になったと思います。昔は乗り物優先だったのに。昔の話。ああ、昔の話。乗り物、ね、こんなに頻繁にめっちゃ来るとお金持ってないから。確かにね、そんなお腹も空かしてらんないよ。
確かに。昔はちゃんと朝ごはんしっかり食べてから来たりしてた。だからお昼はもう食べ歩きでお腹いっぱいにしてとか、ポップコーンでお腹いっぱいにしてとか。昔はさ、コロナじゃない時はさ、並びながらポップコーン食べれたじゃん。今食べれないんだ。もう食べれないんだよ。それでなんかもう買って並ぶみたいなやってて、満足満足。タートルトーク面白かった。え、あれさ、声まで変わる？声は全員一緒？ちょっと違うよ。じゃあ声すごいね。だから声真似ができてかつ面白い人は期待できない。クラッシュでしょ。クラッシュもその日の体調によって声が違うのかな。そういうこと。3人ぐらいはいるでしょ。クラッシュだ。クラッシュは言ってるじゃん。でも本当にあの技術めっちゃ気になる。みんなチャンネル登録してね。